アイス、ありがとうございます。コアのケースでもコカも減らないでしょ多分。24は7月1日、7月8日、制服の前入ったけど確か7月1日、うん。いたわ、やったね、一緒にやった人。チョコミントアイスありがとうございます。結婚してお二人です。可愛い、ありがとうございます。アイスありがとうございます。大阪行ったら食べたいもの、無難にたこ焼きとかですかね。かわりちゃんです。待ってます。それが私目であります。了解です。チョコミントアイスありがとうございます。かわいい、ありがとう。うん、今日勝ったんだ試合。虹色の泡ありがとうございます。大阪で広島お好み焼きのお店探し、大阪はなさそうだね確かに。なんか他の名古屋とかもなんかあるらしいし、広島お好み焼きだけど大阪はなんかなさそうですね。思い出以上だ、うん、嬉しい、ここ欲しいです。お、結構推しが多いですね。ありがとうございます。超アウェイか、まあ、大阪ではないだろうね広島の。ねえ、いないよね。でも広島あるよ、あるかも。大阪、大阪風っていうか普通にあるかも。あ、当たりだ。4回目で当たり、ありがとう。4回目で当たりだよ、ありがとう。毎日アイス口カープ推しにお店が、カープ推しにお店が出してます。20日、ご飯おなじみのあの店行ってくるわ。広島行くって言ってたね。どこだ。19と20に当選しました。待ってます。25投げれない PM。 なんで25、そう25も投げるか迷ってます。え、投げるしかないでしょう。神推しって書いてるじゃん。明日が、あ、だから聞いてきたの。急に大阪とか、大阪に、あ、あるんだ、あるのはあるんだ。やっほー。25は誰が出ますか先輩。25は誰が出ますか。アイスありがとうございます。制服の上では推しにバレないようにココハちゃんをがっつり見るという。そう、ルーさんがそう初めてね出てくださって、めっちゃ嬉しくて。あのもう結構前から決まってたんですよ。それ結構前から決まってて、そう、一緒に出れるの嬉しいですってずっと言ってました。いやマジで嬉しくて、そう、ハートありがとうございます。マジ嬉しくて、そうそうそう、先輩が4人いらっしゃるんですよね。そうそうそう、その日は
投げるしかないよ。神推しって書いてるんだから神推しって書いてるんだから。いや嬉しいですね。え、確かにユニット何なんだろう、まだ知らないですね。アイスありがとうございます。なんかでもあれだな、やったことあるユニットなんですかって聞いたんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね9月の幕張2日間撮って、お、ありがとうございます。そう、ミータンが、ね、いないんですよね、その日。アイスありがとうございます。いいメンバーね。いやもう本当にね、ミキさんとアンさんは本当になんかもうめっちゃ出てくださってるそう、ミータン、そう、学校内、そうなの、そうなんです。個人的にはさつきちとおかみ、え、めっちゃ可愛いじゃん。それだったらやったことあるのかな。ココハビームって出せるの？出せないよ。キョウガさん久々な感じ。まあそうかあるんだ。じゃあ可能性はあるね。本当に今あの知らないので、ユニットはまだ、なんだろうな、思い出そうです。個人的にはここはルーちゃん、あと、いやー、そのメンバーはね、このメンバーを見るとなんかない気がするな。だいたい予想すると、だるまありがとうございます。ゆーちゃん多分、あ、そうなんだ。うーん、絶対可愛くない？ いいな、ココハと一緒にやりたいんだけど個人は、え、その個人のさ趣味で選んでくれたとこに私が入ってるの嬉しいな。もし狼ってプライドなのであれば、私がやりたいんですけれど、相手は望みは薄いそんなの。こんばんは。諦めないで今何があるか分かりませんから。お母ちゃんの髪ね、見たいよね、見たいよね。声を大にして言っていただきたい署名活動してほしい25行け、お、嬉しい、待ってます、当たりますよ。ご飯食べる、いいね、当たりがとうございます。クエスチョン見たいって言ったら、わからないココハマリーンの狼と、うわー、ココハもやるまでやめれないな松子村方やった研究者2回目当番でもないと、あれだよね、回らないよね。ミスツルいいな。衣装はど、ズボンの方かな。ミスチルいいよねミスチルいいよね。ミスチルはいいよ。
チョコミタイス、ありがとうございます。ミスチル聞きますよ。あのココハちゃんは背が高いらしいねそうなんですよ、実は背が高くて、あ、おとなしめのストレート、あれ歌ってました、あのなんていう歌でしたっけ、青春 18×2 の映画の主題歌になってたやつ、わからないアイスありがとうございます。デビューから、おえすごい、羽田に来なさい羽田に来なさいお、20に当たったよ。そうね、サイリウムは分かってますアイドル以外もね、アイドル以外で最近聞いてるのはスーパーフライさんの輝く月のようにだっけな、どうしようどうしたらいいってやつとか、アイドル以外だとそれかなあんまなかった。ラーメン屋いいね。あ、そうそう、記憶の旅人だ。記憶の旅人やってました、ライブで。思い出以上何回やってるの？わからない。10回ぐらいですかね。めちゃめちゃ適当。今日目の赤い、お、ありがとうございます。MC 好き。嬉しい。いやマジでなんか頑張ってるって言ったらなんかめっちゃ言い方語弊がある気がするけど、なんていうかやっぱさ、9回おい、めっちゃすごい、ほぼ正解じゃん。先輩の MC とかマジで面白くて、めっちゃ面白いから、なんか MC の時間がさ、みんなにとってさ、休憩になっちゃったらマジでもったいなすぎるから、いただくのが結構割と目標にしてるので、そう嬉しいですね、褒めていただけて、グッドあ、記憶の旅見てやってた、めっちゃ良くないですか、思い出以上好き、嬉しい。こないだね、久々に一番初めにやってた思い出以上のポジションやりました。ギリギリ間に合いました。いやね、嬉しかった、マキコさんとできて高まってました。おお、カレハもね、いつかやりたいんですよねハートありがとうございます。結婚してアクターいつかも、25もじゃあ皆さんぜひ申し込んでください。またね、わからない、ルイさん初めて出てくださるから、ルイさん推しの方にもたくさん入っていただけると嬉しいな。いやわかる、今もはマジでなんかそう結構褒めていただけるところですね、お前でしょうのそうなんですよ。でセンターでやらせていただくときも、だいて同じ、何同じ、その1番か2番かっていうところ、同じところがあるんですけど、そこよりもなんか今もめっちゃなんかいいねって言ってもらえますね、嬉しいです。そう、そこ、そこのさ、今も集とか作って今も集作ってほしいな。枯葉ね、枯葉、あの一人から切ったらたまに歌う大先輩ってやると、うん、さすがに得るものは多いですね。25俺得なので。え、そうなの、そっか、京香さんいるし、そうか、ユニット制覇ね、いつでもね
できる準備はできてる。NGF ね、ありがたいことにいっぱい映ってました。リクエの終わり、お待ってます。大手よりも今もは。DM もぜひ見てください。ハートありがとうございます。今もガチ勢、今も集を作ってほしい。マジで詩人ソロ、あー確かにポジションが違うとね、ソロやらないんですよ。みーおたんみーおたんだから。詩人ゴーファーズ誰ももろい聞けるの。あーアイスありがとうございます。皆さん25申し込んでください。もう25しかないのかな、私が出るやつ。今日出された予定には当たりがとうございます。時間がない、ぜひ見に来てください。ぜひぜひ。20が当たったらなんとユニットペンライト売れます。待ってます。来月まで申し込めない。あ、そうなんだ。初、え、すごい、初見の間に祝を入れてきた。おぼ、あータイミングね。さつきちのなんかさ、何なんて言ってた。なんて言ってた、なんて言ってた、さつき、なんて言ってました、私のこと。いやいや、もうね、さつきとみやびちゃんはね、もう子供ですから。私からしたらもうなんか妹よりも年齢の低い子供たちですから。いやそうなんですよ。そうガキですよ、あのいい意味でね。もうなんか割となんていうの、妹基準、自分の妹が今高2なんですけど、それより小さいともうなんていうか、もうなんかもう本当に子供って感じ。なんか中身がとかそういう話じゃなくて、お二人とも本当にちゃんとしてるんですけど、あの本当になんかそう、このガキこっち来なさい。そうですね、そう、菅原さんと上村さん、水野さん、うーん、そうなんだ、ハートありがとうございます。ゲゲゲワイのセリフもう楽しみにしててください。いやもうなんか何、どうなんだろうね、その逆に気になるわ。なんかでも自分も19歳にしては割となんか子供の方だから。大人に見えてんのかな、どういう風に見えてんだろうね、さつきとかからは。大人に見えてんのかな、大人だなと思われてんのか、なんて思われてんのかな。アイスありがとうございます。気になるな。どう思ってんだろう、娘みたいな。愛ちゃんのせいというかさ、まあ大人にはなってますよ、そりゃもちろん時が経ってるので。
大人にはなります。人向けの情熱と誰8歳差ココハと待って宮部さつきは13歳かな、でココハ19、14の年と20歳の年ってことかな。ですか、6個差なのかな。ルーさん23さやちゃん花菜ココハはちゃんと年相、うん嬉しい。さつきはね身長は伸びてますよ、めちゃめちゃ。結婚なんて考えてないよこんばんにゃ。そうね、お姉さんです。俺だけか1ミリも、ごめんなさい1ミリも考えてないです私にはちょっとキミエさんいるんですいません。ココアちゃんが甘えてる先輩メンバーいるの、キミエさんかな久しぶりに、お、嬉しい。でもマリーさんはアイドルだからねガチアイドルだから、もう私の中のアイドルなんだよね。甘えるってなんだろうね。でもなんかいろいろキメイさんは話を聞いてもらったりしますね。さっきセレクさん甘えられないよ、もうつながる手段が何もないからうーん負けないで、いやその二人の関係にはもう余裕で負けますよ。お兄さん飲み見るな大興奮、いいね、みんなアイドルいやマジそれは普通に余裕で負けますね、余裕で。お、19待ってます。私の年だったら普通中二の子と接する、でも私加入 SK 加入前にアクターズスクール広島っていうところに通ってたんですけど、マジで年齢層幅広くて、そうめちゃめちゃ小さい子から大人の方もまだいたので、なんか割となんていうかその年齢を気にする環境にいなかったですね今までも。パチパチパーティーね、パーティーね行きたいんですけど、ちょっとね今調整中ですそう行きたいっていうあれはあるんですけど、ちょっとスケジュールかぶってそうでいろいろ確認中です。お友達だったんだ、じゃあ STU 好きなんですか。今日も公演の当選が来たんですか、やはり西美桜ちゃんから、いいね、大人、もう本当に分からないけどSK 見始めたの12期の子がなの、嬉しい。前から私なんて行きたい気持ちはあって そっちの方向で行ってるんですけど、ちょっとねその日はね、いやスケジュール入ってるっちゃ入ってるんですよ。でも時間でいけないかっていうのが今調整中です。
ぜひ一宮にお邪魔したい気持ち。そろそろ終わろうかな。外仕事じゃないよ。普通にスケジュール入ってるけど。さよなら。25日ぜひ応募してください。制服の目公演久々なのでね。あ、20申し込みました。ありがとうございます。おやすみ。バイバーイ。